新宿区、市ヶ谷本村町市ヶ谷本村町は、東京都新宿区の町名。住居表示実施済み地域であり、町名の設定がない単独町名である。郵便番号は162-0845。新宿区の東部に位置し、牛込地域の南東部にあたる。町域の北は、新宿区市ヶ谷役王、寺町及び市ヶ谷加賀町、東は、道区、市ヶ谷佐内町及び、 一ヶ谷八万町にそれぞれ接する。町域の南東部は、旧江戸城外堀を境に、千代田区五番町に接し、町域の南は、靖国通りを境に、新宿区四谷本塩町、四谷坂町、片町に、西は、外苑東通りを境に、道区一ヶ谷中野町に接する。町域は広いが、防衛省及び警察関係の基地が大半を占めている。 防衛省以外に、西部の防衛省役王子門脇に、警視庁、第5機動隊と警視庁特化車両隊がある。南西部は、中央大学、市ヶ谷キャンパスがあり、民家はない。北部は、財務省や、国立印刷局等の政府関連施設などが置かれ、市ヶ谷中野町交差点付近に、高層賃貸マンション、ザ・センター、東京や、本村町レジデンスがある。 南部の安国通りと外堀通りに挟まれた区域には各種ビルや商店に混じって少数の民家がある。1907年当時、市ヶ谷台の陸軍士官学校本部と正門。市ヶ谷台城とも称されていた通り陸士は大地に置かれ、この丘は現在の防衛省市ヶ谷地区にも残り陸士跡に立つ防衛省市ヶ谷庁舎も丘の上にある。 本部と正門の間にある坂が、馬戸用語における極楽坂と地獄坂、一谷氷木松町名は、一谷の本村であったことによると考えられる。昭和元年の鶴岡八幡宮文書に、一谷孫四郎という人物が見えることから、この辺りは鶴岡八幡宮の所領であり、一谷亀岡八幡宮が勘定されたものと推定されている。本村町は、 一ヶ谷亀岡八幡宮の宇治国域である。江戸時代、町域の大半は、尾張徳川や上屋敷で占められていた。外堀通りの高力坂上から防衛省、正門前へ通じる車道で分断された、南西側の定地部分も本村町の一部であったが、1880年に四ツ谷区に編入されて、四ツ谷区の一ヶ谷本村町となり、行政区画上は、 牛込区の市ヶ谷本村町から分離した。四谷区の市ヶ谷本村町は、1943年に四谷塩町一丁目、七良県町と合併して、本塩町という合成地名が生まれた。川田町、副町から流れ出す紅葉川と呼ばれた西流が、河原坂を経て、市ヶ谷見つ付付近で外堀に合流し、飯田橋の方へ流れており、この流れが、 終わり判定の難縁となり、道路を挟んだ北側は五千手組屋敷と民地となっていた。関東大震災以後の帝都復興事業の中で、旧紅葉川に沿った道路を拡幅して、大梅街道につながる、安国通りが造成されたが、軍用地に向き合う片側町であったため、商業には、不向きな寂しい地域であることに変わりはない。安国通りと外堀通りに挟まれた地域も、 民家はあるが、外堀に面した片側町であり、江戸時代には、辻斬りの噂が出るような、寂しい通りであった。外堀に沿って、四谷三つに向かう途中、本塩町の雪印入業本社手前で大きく、カーブを描くところが、高力坂で、旗本高力屋敷跡には、高力松と呼ばれる名木が残り、外堀越しに遠望できたことからランドマークとして、大正時代まで、 地域のシンボルになっていた。終わり判定後一帯は、明治時代以降、陸軍士官学校が置かれていたが、規模拡大のため1937年に、陸軍士官学校は、ざまに移転。さらに1941年9月には残っていた、陸軍横科士官学校も朝かに移転した。代わって、同年12月8日から15日にかけて、陸軍省、参謀本部、 教育総幹部、陸軍航空総幹部の勝負が、三宅坂一帯からこの陸士跡地に移転し、大日本帝国の国防の中心地となった。また、このように、陸軍中枢が集積していた、この地を、市ヶ谷台とも通称していた。戦後、極東国際軍事裁判が、旧陸士大行動で行われた。以降、この地は現在まで自衛隊の陸上、海上、 航空それぞれの駐屯地、基地として用いられた。また2000年になると、旧防衛庁が赤坂から当地に移転し、2007年には防衛庁が防衛省に昇格するなど防衛省、市ヶ谷地区の再編が行われ、日本の国防の中心地となった。1970年、三島幸男が東部方面総監部本館のバルコニーから自衛隊員に決起を促し、総監室で、 活腹自殺を果たした場所としても知られている。1984年に従前の町名町会を継承する形で住居表示が実施された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道駅はないが、東部では各線の市谷駅が西部には 都営新宿線の明けぼ橋駅及び都営大江戸線、牛込柳町駅がそれぞれ利用可能な範囲にある。都バスは、町域内に、防衛省前、河童坂下、市街谷中の町交差点の停留所がある。ありがとうございます。